18歳の小中8歳です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、18歳の小中です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、最年長岡崎玲奈
願いいたします。イエーイ。オーライアミも愛されて、ありがとうございます。はい、ということで本日は本当に皆様をお集まりいただきましてありがとうございます。私たちモメッコファイブはですね、熊本県の天草市を拠点に活動しております。ご当地アイドルでございます。はい、デビューしてもう4年目になります。はい、福岡の方にはたくさんあの遠征の方をさせていただいておりまして、うん、このですね、HMV ブックさんもあのに何度もありますよね、来たことが。グレートファイブとしてはないんですけど、はい、はい、それで私たちのことを少しちょっとお話ししたいと思うんですけども、うん、私たちモネコファイブ天草で活動しております。でモネコファイブのファイブなんですけども、うん、今日5人、あ、ちょうど5人はいる。そうですね、メンバーが5人だから5人なのって聞かれるんですけど、じゃあ5人だから5なのって聞かれるんですけど、私たちメンバーは今9人いまして、はい、5人ではありません。そうです、決してモネコファイブのファイブが5人組という意味ではありません。はい、皆さんご存知かなと思うんですけども、天草に来てくださったことがある方は多分ご存知だと思うんですけれども、はい、熊本と天草、天草って島なの で、 そうです、ね、熊本と天草を橋で結んであるんですよ、はい、で今橋が6個になったのか、6個になりました、はい、あるんですけど、はい、そう、 天草と熊本を結ぶ5個の橋を総称して天草五橋って言うんですけども、はい、皆さん、はい、聞かれたことありますか、天草五橋。あんまり聞かないですかね。そのですね、天草五橋、本当に私たちが住んでる天草っていう島とその九州本土をつないでくれているんですね。本当に架け橋みたいになってるんです。で、その天草五橋から私たちモネコファイブグループ結成当初ですね、そんな風に天草から、九州全部へ、モネコファイブ天草のことを広げていきたい、発信していきたいという思いから、私たち天草五橋の5をいただきまして、モネコファイブというグループ名にさせていただいております、はい、それのですね、グループ名に伴いまして私たちもね、天草からいろんなところに、ライブ行かせていただいておりますし、はい、もう今ではもう本当にたくさんの方に天草、はい、マネコファイブ知っていただける機会も増えましてですね、今日もですね、このような、リリースイベント、本当に皆さんお越しいただきまして嬉しいです。ありがとうございます。そうですね、天草五橋最近6個になったんですよ、橋が。一つ新しいのができまして、天井橋という橋がですね、5月20日に開通になりまして、新しい橋が一つ増えたんですけども、その天井橋ですね、CM を、はい、7月から流れることになっているんですが、熊本県の方でですね、熊本県の方でですね、その CM に私たちモネコファイブ出演が決定しております。はい、グループとしてですね、この CM に出演というのは初めてのことで本当に、はい、楽しみで仕方ないんですけど、もう撮影の方は終わりまして、天井橋の神山草というところにあるんですけども、その皆さんと一緒に、これから披露する君を待ってるという曲の振り付けを簡単にして、神山草の皆さんと一緒に踊って撮影をしてまいりました。はい、ということでですね、今日のリリースイベントもその君を待ってる、はい、フォースシングルの兄弟曲なんですけど、はい、この君を待ってるがその CM のイメージソングにも決定いたしましてですね、はい、CM の方は熊本県でしか流れないんですけれどもウェブの方で5分間の PV にもなんで、はい、全国、全世界から見るようになります、はい、そうなんですよね、はい、よかったらですね、今日いろんなところの方がいらっしゃると思うので、はい、よかったら、はい、ウェブの方で7月ぐらいからね、アップされるのでチェックをしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでじゃあ本日のね、その表題曲になっています、はい、君を待ってる、これから一曲披露したいと思います。これはですね、私たち歌詞自体は、私たちのマネージャーさんが作っていただきまして、はい、この天草で活動している私たちについて、私たちの心境を書いてる曲になっております。ぜひですね、歌詞の方にも注目して聴いていただけたらと思います。それでは聴いてください、君を待ってる。Thank you.
天獣級のイメージソングに起用していただきまして、そして本日のね、醍醐味であります、はい、フォースシングルの表題曲ということで、はい、皆さんいかがでしたか？楽しかったですか？イエーイ、ありがとうございます。ですね、8月の21日に発売なんですけれども、はい、ムネッコ5は初の全国流通シングルとなっております。はい、はい、ちょっともうね、どうなるか緊張してて、今日もね、一発目の福岡でのリリーベということで、もうなんかどうしたらいいんだろうみたいな、そもそもリリーベっていうのをやったことがなくって、そうそうそう、何話したらいいんだろうみたいな、でもとりあえず私たちのことを一から話しているのをね、ちょっと寝てたんですけども、モネコファイブのことはちょっと少しでも分かっていただけましたか？ああそんな感じかみたいな、あです、名前だけでも覚えてもらえたら大丈夫です。はい、でですね、フォースシングルがですね、この君を待ってる、全部表題曲は君を待ってるなんですけど、もちろんカップリングが違いまして、3タイプですね、用意されております。はい、あの大きいポスターがですね、きっとどこかに貼ってある気がするんですけど、どこかに貼ってない気もしますね。はい、ポスターが出来上がっております。ツイッターの方にも上がっておりますし、はい、あのこの後ですね、そのカップリングに収録されている2つは今日発表、ここでも披露するんですけれども、はい、あ、ポスターあるらしいです。あ、本当ですか？そうです、はい、3タイプあります。 ABC ですね。はい、でA、B、C、それぞれカップリング曲が違いまして、はい、A と C に入っているカップリング曲はもうすでにいろんなところで披露させていただいている私たちのオリジナル曲なんですけども、タイプ B に収録されているカップリング曲につきましてはまだ未発表の新曲でございます。題名、タイトルが大人と僕のという曲なんですけども、まあステージ見ていただいて分かるんですと思うんですけど、私たち結構ね、あの楽しい感じのこうね、アップテンポの曲が多くて、うん、ダンスも激しくてっていうのが特徴なんですけども、はい、まあ、その新曲に関しましてはちょっとまた少し違う感じができるんですよね。そうです、違う、まだ私たちもデモ曲しか聴いてないので、正直8月発売なんですけど、はい、そうです、そうです、はい、ぜひですね、皆さんともね、私たちと一緒にちょっと期待していただければと思います。嬉しいです。はい、ということでですね、続いてラスト2曲になります。はい、そちらのタイプ A、タイプ C に収録されておりますカップリング曲2曲を、披露させていただきたいと思います。ということで早速、はい、聴いていただきたいと思います。とても可愛い曲なので、よかったらですね、大きい声でおえもーって言ってもらえると嬉しいです。それでは聴いてください。 STUI'm not afraid to die.
と思います。皆さんタオルお持ちでしょうか。ラストの曲タイプ CD カップリング入っております。私たちのタオル振り回して最高に皆さんと一緒に楽しむ曲です。聴いてください、はい、イフの向こう側へ。ありがとうございました。